クールの森谷です。本日はドラム譜を読むことを諦めてるドラマーの皆さんへ、森谷ドラムスクールがドラム譜の読み方の解説動画を、出したいなと思います。まあ、今回の動画は、まあ、いくつかに分けて、配信したいなと思いますので、まあ、これが全何本になるのかちょっと僕もわからないんですが、できるだけわかりやすく噛み砕いて、ご説明をさせていただきたいなと思います。ドラム譜が読むのが苦手だっていう人の特徴として、ね、Google とか Yahoo とかでこうドラム譜の読み方みたいな感じで検索をされると思うんですが、だいたいその場所の説明みたいな、ハイハットはこのバツとか、なんかスネアはこの位置とか、なんかバスドラこの位置とか書かれてある場所はわかると、わかるんやけども、この書かれてある音符たちは一体どんな音が出るの、8分音符って一体何になる、16分音符って普天8分音符って一体何、ああみたいな人っていうのは、まあ、多いと思うんで、音符の長さについてはね、ざっくりはわかるけども、なんかよくわからんなっていう人も多いと思うんで、まあ順番にね、ちょっと順を追って今回はご説明させていただきたいなと思います。で、まず本日は、表紙と、まあ、ドラムでね使う高基本な音符を使いたいなと思います。まずね、これをご説明させていただく前に、なんかこんなん見たことあると思うんですよ。なんかこういうの、こういうやつね、これ五線譜ですよね。五線譜をなんかね、こんな風に区切られてるの見たことないですか。なんか五線譜がなんか一つの部屋になってるっていうのを見たことがあると思うんですが、これが小節と言われるもんですよね。1小節、2小節、3小節とかっていうような言い方をするんですが、これが小節と言われるものです。小節の長さっていうのがこの表紙によって決められるんですね。表紙っていうのが一体、まあ、どういうことかというと、まあ、なんかバンドスコアとかドラム譜を見た時に、なんかもしかしたら見たことがあるかもしれないんですが、なんかこういうなんか数字が書かれてあるのを見たことがあると思うんですね。4分の4拍子、まあ、これ本当は四分の四拍子って言わないといけないんですけど、四分の四拍子ってこう書かれてあったりとか、 C って書かれてあったりね、まあ、これが表紙記号、まあ、表紙というものです。まあ、これ一体何やねんっていうことなんですが、まあ、僕たちがよく耳にするポピュラーな音楽、例えばロックとかポップスとかは、まあ、基本的に、拍の中にリズムもメロディーも存在してるんですね。まあ、なんかこういう一定に繰り返す拍の中にリズムもメロディーも存在してて、これが例えばアクセントをつけて4つに区切られる、4つに区切られるとこういう状態ですよね。これが4分の4拍子っていう拍子になります。で、例えばこれをじゃあ3つに、この一定に繰り返すやつを3つずつにね、こう、まあ、ちょっとアクセントをつけて区切ると、こう4分の3拍子っていうことになります。一定に繰り返す拍を、まあ、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、3、2、3、4、4、3、4で区切ると4分の4拍子で、それを3つずつ区切ると4分の3拍子で、この区切りを、まあ、一部屋としてね、小節というような呼び方をします。まあ、こういう場合は4分の4って書かれたりとかね、4分の3って書かれたりとかします。それが一体どういうことなんですかっていうことなんですが、まあ、分かりやすく言うと、4分の4拍子はどんぐりころころですかね。どんぐりころころどんぐりこん、小池にはまってさ大変は4分の4拍子の曲なんですよ。なんか辻褄が合うじゃないですか。チューリップもそうですよね。咲いた咲いたチューリップの花がも4分の4拍子なんですね。じゃあ4分の3拍子って何かというと、4分の3拍子はゾウさんですかね。こうゾウさんゾウさんお花が長いのよ、こう3でね、ついつまが合うでしょ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユーも4分の3拍子なんですよ。これを4分の4で取ると気持ち悪いですね。ハッピーバースデートゥーユー、Happy birthday to you, Happy birthday dear みたいな、なんか気持ち悪いじゃないですか。 Happy birthday は4分の3拍子の曲。 I wish you a merry Christmas, I wish you a merry Christmas, バンデルン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 、アメリカ国歌も4分の3拍子の曲となります。
まあ、といった具合にこの表紙というのは、まあ、曲のね雰囲気をねこう決めてしまうというねこととなります。でこの数字がこう書かれてあるんですが、4分の4っていう、まあ、この数字の意味が一体何かというと、下に書かれてある数字っていうのはこの小説の中の基準となる音符なんですよ。だから4って書かれてある場合は四分音符になります。なので四分音符が1小節の中に4つ入りますよっていうのが4分の4拍子なんですね。四分音符が1小節の中に4つ入りますよっていうのが4分の4拍子。四分音符が1小節の中に3つ入りますよっていうのは4分の3拍子ですね。まあ、これちょっとややこしいんですけど、8分の6拍子とか8分の7拍子とかあるんですよ。ですけど8分の6拍子っていうのは8分音符が1小節の中に、6つ入りますよみたいな、タッ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 タみたいな感じのが8分の6拍子ですね。マクドナルド、マクドナルドが1小節の中にマクドナルドを言うのが8分の6拍子なんですよ。マクドナルド、マクドナルド、ワンツーワンツーっていうのが8分の6拍子、8分の7拍子っていうのがよいしょ、8分の7拍子っていうのは1小節の中に8分音符が7個入るやつですよね。だし巻き卵ですよね。だし巻き卵、だし巻き卵、だし巻き卵が1小節の中に、だし巻き卵が入るのが8分の7拍子っていうことになります。で、まあ、これちょっと一回、忘れてください。これ忘れてもらって、4分の4拍子で、基本的な音符を、ちょっと一緒に叩きながら練習をしていけるといいと思うので、説明をさせていただきます。で、四分音符っていうのは、この、まあ、黒い丸に、棒が一つついてるのが四分音符。八分音符っていうのは、この黒い丸に、まあ、これ赤いんですけど、黒い丸に棒が一本で、なんか旗が一個こうついてるのが八分音符なんですね。で、八分音符が二つ以上連なると、なんかこんな形になるんですよ。なんか上の棒が一本。旗が一つだと上の棒が一本になりますよね。で、16分音符の場合は、黒い丸に棒があって、旗が二つ。で、二つ以上連なると、16分音符の場合は、この上の棒が二本になるんですよ。これね、似てるんで、形的には。似てるんですけど、この長さが全然違うので、これは最初は注意すべきところですよね。四分音符っていうのは、この一小節の中に4つ入るので、四分音符なんですね。だからこれを4等分したら、一拍に対して、一発。こう、タン、二、三、四、ワン、ツー、スリー、フォー。で、八分音符っていうのは、一小節の中に、8個入るので8分音符なんですね。1小節の中に8個入ったものを、まあ、4等分するので1拍に対しては2発猫猫猫猫っていうことになります。で、16分音符は1小節の中に16個入るのでそれを4等分したら、1拍に対して4つたこ焼き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 っていうことになります。まあ、1小節の中に16個入るとか8個入るとか考えるとややこしいんで、この一拍ですよね。この手拍子一個に対して音がいくつ入るかっていうのをまずやってみましょう。これは、まずね、よっしゃ、16分音符やってこう叩き始める前に、まずね、口で歌えるようにしてください。必ず。で、なぜかというと、口で歌えるということは頭で理解してる証拠なんで、絶対叩けるんですね。頭で理解してないうちに叩くと、もうこれが一体何発この一拍に入るのかがわからないんで、叩けないんで、まずはね、口で歌ってみてください。じゃあこれちょっと一緒に歌ってみます。1、2、じゃあこれ今、3、4、メトロノームが、1、2、メトロノームのね、4、外国人のおじさんが、1、2、3、4言ってくれてるんですが、これが1、2、3、4、1、で、これに対してまずは、四分音符で歌っていくと、1、2、3、4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 、1、2
さらに8分は1拍に対して2発なので、
こタン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 犬猫豚鳥タン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 犬猫犬猫ワンツースリーフォーワンパ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 ンフォーワンでさらに36分がたか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 たこ焼きたこ焼きうわなしまうまお好みにわとりみたいなですねたか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 たで、それぞれの、まあ、リズムをしっかりと掴んだら、次はね、つなげてみましょう。四部、八部、十六部を一小節ずつ。一小節っていうのが、ワン、ツー、スリー、フォーなんで、ワン、ツー、スリー、フォーで、タン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 、タカタカ、タカタカ、タカ、で、また一番最初に戻ってやる。という感じでやってみます。いきます。でね、ちょっと叩き始める前に、これも、口で歌えるようにします。なので、いきます。4、じゃあ1、2、3、4、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 1、